はあれですね、例のプリウスの撮影現場ですね。そうだ、もうぎっくり腰になってですね、もうクソどうでもいいと思うんですけどね、めっちゃぎっくり腰になって、前からねちょっと腰はあまり丈夫な方ではなかったんですが、人生で一番きついぎっくり腰になりましてですね、よくテレビで一歩も動けないとかってあるじゃないですか、ね、ぎっくり腰の表現で、もうまさに あのまんまっすよね。もう本当に何もできないというか、もうその場から動くことすらできないですね。もうミリ単位で体を動かすともう激痛が走るんで、ピキーっていうそのなんていうんですかね、鋭い痛み、椅子に座るまでに20分ぐらいかかったのかな欧米とかね、海外英語圏では魔女の一撃っていうらしいですね。あ、なんかちょっと気になる橋が、玉川ダムの上流あたりですね、ここは。おー、めっちゃ水きれいじゃん。え、ここってこんな水質いいんだっけ。すごいきれい、知らなかった、こんなに水きれいなんだ。ここ横になってね、一晩寝たらね、だいぶ改善したんですよ。で、それから1時間ぐらいね、椅子に座って雑務をしてたらですね、また痛みがね、同じぐらいの痛みがもう繰り返してきてですね、いやあれやっぱ体に悪いんですね、座るっていうことは。死亡リスクがよくね高まるとかって聞きますけど、いや本当だなと、血行に悪いんでしょうね、体に。うん、オーバーのハンドルなんですけどね、これもうつけて300キロぐらいは走ったんですけど、そうですね、やっぱ低いハンドルは苦手ですね。このハンドルバーのスペックを活かせないですね、全然俺の技術では。アップハンの方がね、やっぱなんか馴染みやすいですね、自分には。ただ質感もいいしね、これかっこいいんでね、なんとか物にできないかなと思ってずっと乗ってるんですけど、なかなか難しいですね。久しぶりだよね。まあ、この道はですね、今治から奥道後に抜けるルートから横にですね、東市の方に平井のあたりにできる抜ける裏道なんですけどね、まあ狭くて割とタイトと。一回 Z4 で動画撮ったのかな、でもこの道ね、狭いし誰も通らないような感じがするんですけどね、昔はねゴルフ場があったんですよね、この入ったなんでね、結構車の交通量があったというね。小野カントリークラブ、自然に囲まれたカントリークラブ、ゴルフ場ということを売りだったみたいですけど、ほんと言葉通りっていう感じですね。ほら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 、めっちゃ狭くなる。え、道が落ちてたのかな、新しくなってますね、ガードレールとか。なんか雰囲気いいっすね、ここ誰かが手を入れてんのかな、庭みたい。このカントリークラブが潰れて車が通らなくなったんで、結構砂が浮いてるっぽいですね。めちゃくちゃ浮きまくりだから、危ねえ、びっくりした。当チャンネルもですね、チャンネル登録者数が5500人ぐらいかな、今ちょうど、ぼちぼち増えましてですね、月にだいたい100人ぐらい増えてる感じで、この増加ペースっていうのは全く変わらないんですけどね、なかなかみんなが求めるコンテンツを提供できていないというような現状があるんでございますけど、
好きでやってるだけなんでね、まあそれにこんだけの人が見てくれるとはまさか思わなかったんですが、 YouTube の機能にですね、あの月額を払った人だけが見れる動画っていうのをチャンネルで設定できるんですかね、ちょっと前に導入されたようなシステムみたいですけど、あれをねちょっとやりたいんですよね。で、いや別にそのね月額の料金を見ながら絞り取りたいっていうわけじゃなくてですね、もっとなんつうかな、このオープンな場ではあんまり話せない内容とかをまあダラダラと食べりたいというなんか欲望がありましてですね、それをなんか不特定多数に垂れ流すっていうのはね、あまりにもねこうちょっと、気が進まないというかですね、それならなんかこうわざわざね月額払ってまで俺の動画見てくれ見たいと思ってる人がもしいればね、そっちに向けた方にコンテンツを提供できればなというような感じなんですよね。それをずっと思ってて、おゴルフ場かな、ちょっと寄ってみるか。あら変電設備になってる。メガソーラー発電所、おゴルフ場の跡地は発電所になってるみたいですね、ソーラーの。でもあれね、確かねチャンネル登録者数が1万人超えないと設定ができないんですかね確かね。うん、なのでまあ自分がしたいって言ってもまずその資格が自分にないというような現状でね、はい、はい、それでしまいっていうような感じではあるんですけど、まあねそういうのいずれやってみたいなと。でさっき言ったようにですね、その質問箱を一応設けてるんですよね、自分のツイッターとかにね。ずっとここは崩れたまんまだな、直さないのかな。まあ、全くね活用されてない質問箱なんですけど、あれでねまあ質問募って、元ブログで答えるっていうそのライドロームさん方式がねまあ活かせればなぁなんて、最近思うんですけどね、いかんせん質問が来ないからね、答えようがないというね、わあ綺麗ですね、はい。まあツイッターにトップにね上げとこうかね、質問箱っていうのは。オートランドですね。一時期閉鎖してたんですけど復活したみたいですね。うん、また走りに行きたいんですけどね、遠いっていうかアクセスがね、いやーね走りたいんですけどね、サーキットっぽくなってるねいやー来たい来たい、あるや。古墳？古墳だよねこれ。え、これは何？トイレ？浅井家古墳、92年に偶然発見された。南北は41メートル東西が最大23メートルの超円形古墳です。よいしょ、ドローン持ってきたらよかったっていうか、ドローンないけどね今は。あれ塀出たわ、反対側。おう、眺望が良い。綺麗じゃん。入れないの？なんだよ。せっかく来たのに。さてと、空いてるか、泣いてない。
い、おやすみ。よいしょ。おやすみ。グエー、残念。した、疲れる人。